回はですね、冒頭で弾いたような BTS のダイナマイトの楽曲に合わせて練習できるパッキングパターンを一つ紹介してみたいと思います。で、今回はカポを4フレットにセットしまして、コードは4種類になります。で、今出ておりますが、まず A マイナー。すべてオープンコードでいきましょう。で、次 D マイナー。で、3つ目 G。で、最後が C になります。この4つだけを使って、弾いていきます。で、今回はですね、この右手のストロークのパターンだけ、解説しておきたいと思います。で、弾き方とかですね、ミュートの仕方なんか非常に難しいですので、これはまた次以降ですね、機会を見て解説していきたいと思います。で、まず、2小節のパターンになります。で、まずリズムパターンが出ておりますが、で、バツで書かれているところはブラッシング音になりますので、左手で、音が全く出ない状態ですね。このような感じで、すべての弦止めた状態を作らないといけません。で、あとの棒で書かれたところは実際にコードを鳴らすというふうに、弾き分けてください。では実際にですね、ゆっくり、まず A マイナーと D マイナーだけ、使って弾いてみますね。このような感じになります。で、一小節目、まず、四分音符二つですね。で、ポイントは、両方とも最初の二つ、四分音符をしっかり音を切るということですね。で、切り方等はまた次の、動画で解説したいと思いますので、まずは切るという動作を、ご自分で試してみてください。で、三拍目は、こちらのストローク、ダウンアップになります。で、ストロークはですね、今回書いているストローク、自分なりにまずアレンジして弾くのはやめてください。まずは書いてある通りのダウンアップ、ストロークパターンで弾いてみましょう。で、3拍目は普天8分音符と16分音符。これがつながって、プラスされて2つの音で1拍分になります。で、普天8分音符ということは16分音符3つ分ですので、これも厳密に言うとですね、16分音符の振りでずっと弾いていきますので、最初のダウン、弾いた後、2回空振りを本当はするんですね。ですから、1、2、3と、2、3のところで空振りをして、4でアップでもう一度音を弾くと。ですから、3拍目だけを繰り返すと、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4の。で、4拍目は16分音符4つですが、前半3つはブラッシングですので、左手で音を何とかして止めていただいて、3つ、チャッチャッチャッと弾きます。で、最後のアップの時だけコードを弾くんですが、ここの最後の音の時にもう次のコードに移らないといけないんですね。ですから、この場合前半部分は Am から Dm に行きますので、ここの最後の音の時にもう Dm の、に移動しとかないといけないです。ですから、まあ、方法としてはですね、この3つのブラッシングの間に Dm にフォームを変化させるっていうふうに考えた方がいいと思います。ですから、この変化させるとこまでやってみますね。から今みたいに3つのブラッシングの間にですね、さーっとこう、もさもさもさっと Dm に持っていくような感じですね。で、次2小節目ですね。で、ここも、こちらのストロークですね。ストロークパターンは絶対に変えないでください。から、ここのリズム。まずはリズムだけを頭でですね、2小節目の1拍目、頭の中でイメージしてください。まずリズム的には16分音符2つと8分音符1つですので、タタタ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 っていうリズムになります。で、実際にこのリズムを弾いてみると、2つ目の音だけコードを鳴らして、で、1個目と3個目の音っていうのはブラッシング音になりますので、これもですね、まずはゆっくりで構いませんので、まずはブラッシングと実音を切り替える練習ですね。ですから、1、2、3っていう感じですね。1、2、3、4、1、2、3、4っていう感じ。から最後、1回ですね、空ピック、空振りを入れてやるといいと思います。1、2、3、4、1、2、3、4っていう感じですね。
で、2拍目は8分音符2つですので、どちらもダウンでいきます。で、3拍目は、これも一小節目で出てきた同じリズムですけれども、普天8分音符と16分音符。これで1拍になりますね。ですから最初の音が16分音符、3つ分伸ばします。ですからまた2回空振りを間で入れてください。1、2、3、4になります。で、4拍目。4拍目は、1拍目、2小節目の1拍目と同じリズムなんですが、すべてブラッシング音ですので、比較的楽ですね。ですからこれもまずは、頭の中でリズムをタッ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 という感じでイメージしてから実際に音にしてみましょう。タッ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 という感じですね。で、まあリズム的にはやはり1小節目と2小節目ですね。続けて練習した方がいいんですが、一拍一拍のリズムがですね、しっかり自分の中でイメージできていないと、やはり通して弾くことはできません。ですから最初はもう一拍一拍ですね、区切って練習するような感じで、進めていってください。で、この Am、Dm のパターンの次に、カッコで書いてますが、G と今度 C ですね。G と C を使って全く同じリズムで弾きます。これも一度弾いておきますね。このような感じになります。では最後にゆっくりですね、4小節続けて弾いておきます。Am、Dm、G、C の順番で弾いておきます。1、2、3、4。このような感じになります。で、実際にですね、BTS のダイナマイトに合わせて練習する場合は、サビですね。サビの部分は実はですね、コード進行同じなんですけれども、コードが2拍ずつ、変わりますので、非常に、忙しくなります。サビ以外の部分ですね、1つのコードにつき4拍ずつになりますので、ここは割とチェンジがゆったりになりますので、サビ以外の部分を流しながら練習していただけると、楽しめると思います。ということで今回はですね、リズムとか、あと右手のストロークパターンについてしか解説できなかったんですけれども、実際の音の止め方とかですね、あとは弾く上での、ポイントなんかをまた次回以降ですね、解説できたらなと思っておりますので、今後もですね、動画の方気になる方はチェックしてみてください。以上で今回の動画終了いたします。今後もギターに関する動画アップしていきますので、最新動画にご興味がおありの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。今回の動画なかなか良かったと思っていただけた方は高評価もお願いいたします。この度はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。